皆さんこんにちは。高校野球 .com の田中です。プロ野球選手のステータスを語る上で欠かせないのが出身校、甲子園出場の有無です。最近では柳田選手、千賀投手など甲子園の出場がなくても活躍している選手が多くいます。そこで今回はオールスターに出場した選手を対象に甲子園出場の有無を見ていきます。柳投手は2011年春、夏、2012年春と3度の甲子園出場を経験しています。2012年春は聖光学院戦でホームランを放つなど投打で活躍しベスト8入り、明治大学ではリーグ通算23勝、4年生の秋は明治神宮大会で優勝に貢献しました。中日に入団した柳投手は3年目の2019年に11勝を挙げ、今シーズンはすでに7勝、112奪三振をマークし、キャリアハイを狙える勢いです。山崎投手は今やベイスターズには欠かせないクローザー、あるいはセットアッパーとして活躍していますが、帝京時代は2009年夏、2010年春の2度の甲子園出場を経験しています。当時からプロ志望でしたが、実力及ばず指名漏れ、亜細亜大学の4年間で腕を磨き、横浜 DeNA から1位指名を受け、現在に至ります。岡本選手は選抜前から超高校級スラッガーとして活躍、選抜初戦の三重戦ではバックスクリーン弾、さらに選手権にも出場、 U18 日本代表にも選ばれ4番打者として活躍、世代を代表するスラッガーとして注目を集めました。岡本選手の場合はまさに甲子園のスター選手から巨人のスターに上り詰めた稀有な存在と言ってもいいでしょう。今シーズン9勝を挙げ、新人王最有力候補の宮城投手、最後の夏に甲子園出場できなかったことがクローズアップされますが、宮城投手は1年生夏に甲子園出場、2年生夏も甲子園を経験するというエリート街道を歩んでいる投手です。後半戦でも快投を披露できるか注目です。森選手は大阪桐蔭時代、2012年春夏、2013年春夏と4度の甲子園出場、2度の甲子園優勝を経験、高校生レベルを超えた打撃、強肩、そしてキャプテンとしてもチームを支え、2013年の U18 ワールドカップでは主導として準優勝に導きました。そしてプロ入り後、2019年にはパリーグ MVP に輝きました。今や球界屈指の打者となった吉田選手も敦賀気比時代に2度甲子園に出場していました。近藤健介選手は3年生春夏に甲子園出場、高校通算38本塁打を記録した超高校級選手として活躍しました。中日の強肩捕手木下選手は2008年夏、2009年夏、千葉ロッテの大型二塁手中村選手は2009年夏、2010年夏、東京ヤクルトの正捕手中村選手は2007年夏、2008年夏に甲子園出場しています。次は一度だけ甲子園出場の選手を紹介します。こちらは対象選手が多いためピックアップして紹介します。3度のトリプルスリーを達成した山田選手は3年夏に出場、パ・リーグを代表する強打者浅村選手、今や球界の若きスター村上選手は1年生夏に甲子園を経験しています。今井投手は在学時、チーム時代は2年続けて夏の甲子園出場しながらもベンチ外、3年生夏に初めて甲子園のマウンドを踏み、最速152キロをマークし、一躍ドラ1まで評価を上げました。甲子園で22奪三振を記録した松井投手もこの大会で一躍スター選手となりました。また2000本安打を達成している坂本選手も2006年春に甲子園を経験しています。甲子園未出場選手ですと、やはりオリックスのエース山本投手やギータこと柳田選手、現在の高校生遊撃士の生きた教科書となっている源田選手、39試合連続無失点記録を成し遂げた剛腕平投手など、とてつもない顔ぶれが揃いました。
今回の結果について改めて川島編集長に解説していただきます。今回、オールスター出場選手の構成の出場の有無について、調べていきましたが、まあ、そこでやっぱ見えてきたことっていうのはやっぱり、まあ、構成に複数出ている選手っていうのは非常にファンが定着しやすいとか覚えられやすいというか非常に人気が高い選手が多いっていうことが分かりました。駒大苫小牧出身の田中選手や大阪桐蔭の森選手の前にやっぱ本当に有名校でかつスーパースター的な活躍をした選手っていうのは本当に人気選手に、なりやすいかなと思います。またあと、まあ、古くで言えば、まあ、松井秀喜さんだったり、まあ、今年引退する、松坂選手だと、まあ、本当にそういう傾向にあるかなと思います。で1回だけやっぱ甲子園に出ている選手っていうのはその1回でやっぱ野球人生を変えた選手っていうのが非常に多いことが分かります。まあ、その例として、まあ、作新学院出身の今井選手は高校、まあ、6月ぐらいまでは能力は高かったものの本当にドラ1であったかっていうと、そうではなかったと思います。まあ、地方大会で栃木大会で少しずつ評価を上げていってで甲子園で快投を見せて優勝して一気にドラ1につながったっていう、パターンですね。その中で、まあ、甲子園に出場していない、オールスター選手は本当にやっぱり甲子園出場校に比べて多いのでやはり非常に多いのですがやはり彼その選手たちというのは本当に、大学社会人でしっかりと実力をつけて甲子園出場に負けない選手に実力をつけて、まあ、プロ入りした選手というのは非常に多いですね。まあ、今回で言えば、まあ、阪神の佐藤選手だったりとか、まあ、広島の栗林選手だったり、まあ、プロで今一流になっている、則本投手なども本当に甲子園に出場してない選手ですし、まあ、本当に、まあ、今回分かるのは本当にオールスター出ている選手というのはやっぱり、まあ、その後のプロ入り後とか大学社会人でどれだけやっぱ努力をしてしっかり実力をつけて出ているかということが大事だと思いますので、まあ、今の、まあ、高校3年生たちにも非常に魅力的な選手が多いと思います。なので本当に今年のドラフトだけではなくて、卒業後のことについても本当に注目をしていきたいと思います。高校野球 .com では中学高校球児の皆さんにとって日々の活力になる動画を毎日配信させていただいております。今は情報が簡単に手に入る時代ですが球児の皆さんにとって一番大事なことは継続してやり続けることだと考えています。ライバルチームの情報やドラフト候補選手の思考法また甲子園を沸かせた先輩たちの金言を聞くことによって日頃のモチベーションにしてもらえたらと考えております。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。